はいどうもこんにちは、こんばんは。通知表をもらったことがある人はご評価、どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、僕ね何週間か前ぐらいにテストの点数を公開したと思うんですよ。で確かその動画でなんか1万再生いったらなんか成績も公開しちゃうよーっていうね、僕は正直いかないと思ってたんですよ。まあワンチャンいくかなぐらいで思ってたんですけど、そのワンチャンが叶ってしまってですね、なんと今の高評価数見てください、2万です。2万ですよ。もうね、みんな僕の成績知りなすぎるよ。再生数もなんとね、もう54万再生いっちゃってるんですよ。ちょっとボケてるけど。やばいよ、でもなんでそんな50万人がね、僕のテストの点数見てるんですよ。まあ、そんな感じでね、みんながね、ちょっと僕の成績、まあ総合のその通知表ですね、その通知表を公開してほしいとのことなんで、もう僕はね、もう公開しちゃいます。ということで、第1回、ゼルフィーの成績発表会、やったーなんでやんなきゃいけないの。僕はね、昔見てたよ、高校生 YouTuber とかがね、通知表公開する動画。もう本当にこいつらアホなんか、なんで通知表をねネットに晒す必要があるのか、本当にアホだなと思ってたね僕がですよ、今回公表しちゃうわけなんですけど、最初に言っておくんですけど、そんな、偏差値バカ高いところ行ってるわけでもないし、もう YouTube やってるぐらいなんでね、本当にアホなんですよ。アホなんで、そこだけはちょっと、ご了承していただけるとありがたいでございます。まあ、そんな感じでね、もう、こんな話してても多分みんな飽きちゃうと思うんで、早速ね、僕の成績を公開していきたいなと思います。さあ、ということでね、早速晒していきたいと思います。まあね、僕はまあ、年収3000万って言われてる男なんで、年収3000万の高校生って言われてる男なんで、まあね、悪くはないんでね、本当に。悪くはないんすよ。まあ、そんな感じで、じゃあまずは、もう本当に最初はどうでもいい、家庭科と芸術と保険あたりね、ちょっとまず晒していきます。もう本当にここら辺はどうでもいいんで、保険が、10段階中ですね。10段階中、7!まあね、悪くないんですよ。まあ、10段階中なんで、まあ、5以下だったらもう悪いと思うんですよ。5以下悪くて、3以下はもう最低。本当にもう友達になんない。もうピッブって、そんな感じなんで。まあ、6、7ぐらいがまあ普通かな。もう8いってたら、って感じなんですよね。うん、何言ってんだろう。で、ちょっともうパパっていっちゃいます。芸術、僕、芸術は音楽撮ってるんですけど、音楽が、6。普通で、家庭科が5。もういいんすよ、ここは。本当に芸術と家庭科はもう本当にゴミみたいな教科です。いりません。はい。いやでも、数学とかよりは必要か。いや、確かにそうだな。数学とかより家庭科とかの方が必要じゃね？早速ね、本命の方を晒していきます。ということで、まずは、国語。現代文 B ですね。まあ、僕、理系なんで古典とかはないんですよ。まあ、そんな感じなんで、じゃあ、まずは、現代文の成績ですが、なんとなんと !7! 7っす。はい。もう、普通っすね。もう7は、もう文句なし。本当に。まあ、もうちょっと頑張って、もう、いい成績取ってね、ぐらいなんで。まあ、普通っすよ。じゃあ、ということで、次は、世界史行こう、世界史。さあ、ということで、世界史の、成績ですけど、10段階中、7! ということで、7っすよ。僕はもう7。もうザ・普通っていうね、一番モテない男。そして陰キャでド陰キャということで、本当に陰キャ2回行っちゃいましたよ。7がね、一番何度も言えないの、動画的に。まださ、10取るか1取るかの方がさ、動画的には盛り上がるわけよ。その方がいいと思うんだけど、ちょっと僕ね、そんなめちゃめちゃバカなわけでもないんで、7取っちゃうんすよ。普通なんで。じゃあ、ということで次、数学の成績をね、ちょっと公開しちゃいたいなと思います。ということで、数学の点数じゃなくて成績。10段階中。7! 僕、数学、確か中間テスト30点だったんですよ。120点中。120点中30点だったのによく7取れたよねっていう。これはちょっとエピソードあるわ。その後も、小テストとかあったんですけど、まあ、小テストは120点中、まあ、それは90点取ったかな？それは90点取って、で、期末テストは確か、これもまあ、60点なんですよ。なんで7くれんの？優しいな、先生な。まあ、ちゃんと提出物とか出してるんで、まあ、そういうのがね、なんか聞いたんでしょうね。さあ、ということで次、じゃあ理科系いこうか。物理。まあ、物理なんですけれどもですね、10段階中。8!
まあ、ついにまあ7を脱出したということでね、物理は、8でした。まあ、物理はまあまあ、なんか点数良かったんですよ。まあ、なんか取れたんですよね。まあ、そんな感じっすよ。もしかしたらね、その高校生で顔出して大丈夫なのとか思ってる人いるかもしれないんですけど、正直ちょっと知りません。ちょっとやばいかもしれませんね。まあ、もう、僕、学校を辞めるって言われたら、僕も5秒で退学するんで。本当に校長先生ドーンってぶん殴ってから、窓ガラス30枚ぐらいドーンって割ってね、最後に。もうそれで退学するつもりでいるんで、皆さんね、安心しておいてください。さあ、ということで次、科学行きましょう。科学。10段階中。7! 戻ってしまいました。7に戻ってしまいました。やったーもうね、7に愛されてるね。本当に。まあ、科学もまあそんなまあ悪くはなかったんですよ。だから7なんですよね。もう7が物語ってます。さあ、ということで、まあ、次はね、体育行きましょうか。体育。まあ、体育はね、まあ、最初にちょっと言い訳するんですけど、その2学期にあった種目が僕めちゃめちゃ苦手なんですよ。で、ちょっと、まあ、そんなよろしくはなかったんすんですけど、体育の成績、なんと6! まあ、悪くはないんですよ。ちょっと悪いぐらいですね、体育で6は。一応前回は7だったんですよ、1学期は。1学期は7で、まあ2学期は6なんで、まあ、7ってことにしてください。さあ、ということで、ラスト2つ来ました。まず1つ目が、英語表現。はい、英語表現ですよ、英語表現。さあ、ということで、A 表の成績は、10段階中。7! もうやだー、なんで僕7しか取れないの。もう、僕、7しか取れないの、なんか。もう、ほぼ7。もう、ほとんど7。8割7っすよ。もう何なんでしょうね。僕はなんていう普通の人生、普通のドインキャ人生を歩んでいるんでしょうかっていう感じなんですけど。まあ、7ですね。はい、7でした。じゃあラスト、コミュニケーション英語。もうね、これはすごいっすよ。これはもうね、来た。本当に。うん、コミュニケーション英語はもう勝ったね。ということで、コミュニケーション英語の成績は、10段階中。なんと10! 10なんすよ。これガチだよ、ガチ。いや、マジで10なんすよ。コミュニケーション英語どれわかる？右の10って書いてある方が2学期の成績なんで、左が1学期っすね。左が1学期の成績で、これ10なんで、まあね、もう最強っしょ。10は文句言えないよ。だって10だもん。まあ、ということでね、まあ、7に愛されてるんですけど、それでも10を取るという男なんで、皆さんね、まあ、僕のことはこれから、オナニーって呼んでください。まあ、ということで、皆さんもね、本当に7っていうのはもうめちゃめちゃラッキーな数字なんですよ。もう僕7めちゃめちゃ揃ってるからね。本当に。多分パチンコだったらめちゃめちゃ多分儲かってるよ。7出てるってことは。パチンコやったことないけど。そんな感じでね、まあ僕の成績はこんな感じです。まあ、ということでね、まあ7ばっかでまだ伸びしろはあるしね、もうラッキー7なんで、もう次はもうね、もう全部10取っちゃうと思うんですよ。この7の運気で。そんな感じなんでね。まあ、またこの動画がね、好評ならまた晒していきたいと思うんで、皆さんね、この動画に高評価押してください。ということで、今回はね、こんな感じで動画終わりにしたいと思います。では、バイバイ。